が、浅見哲夫先生がこの21世紀の医学の中でどういうことを言ってらっしゃるかっていう、この21世紀の医学というものをこれを見てください。21世紀の医学より肝臓病と、ですね、65ページから、6ページにわたってこの肝臓病についての治療法が、まあ、書いてあります。肝炎について、肝臓の病気は多くは大なり小なり肝炎の状態にあります。肝臓の治療をするのに胃腸の治療も一緒にやった方が効果が高いと、ここは浅見先生言われるんですね。で、肝炎は肝臓の交感神経の異常興奮、交感神経の興奮によって肝臓の血管が細くなって高血圧の原因になることがあります。長期の高血圧の患者さんの治療について浅見先生に電話して尋ねたことがあるんですね。たまたまその時息子さんが出られました。で、息子さんに高血圧でなかなか血圧下がらないんですけど、なんかいい方法ないですかっていう話をしたら、父はF2 をよくやりますということを言われて、F2 だったら肝臓ですねと、ちょっと待ってくださいって言ってですね、お父さんに、哲夫先生に尋ねに行っていただいて、やっぱり父も F2 の清血試薬をやってごらんと、言ってますので試してくださいと、言われました。で、ここにその F2 をやってごらんってこう書いてるんですけど、うちにお見えになる患者さんでこう弓をおやりになる方がいらっしゃるんですね。こう福岡県で、上から何番目ぐらいのこう弓をやる選手がいらっしゃるんですけど、この方は血圧が高いんですね。で、下が100ぐらい、100を超すぐらい血圧があるらしいんですけど、この私の書いたこれを読まれてですね、ほんの1週間ぐらい前の話です。で、これを読まれて、そうか、高血圧には F2 がいいんだなって言って F2 の清血試薬をやったらですね、80まで下がったそうです。だから、これは肝臓かなと自分であんまり意識はしてなかったそうなんですけど、で、最後お酒ですかねってこう書いてありましたね。だから、お酒がお好きなんじゃないかなと思うんですね。お酒を飲まれる方で血圧高いというと、まあ、肝臓の治療をすると、症例の1 アルコール依存性肝炎、もう一番最初にこれが浅見先生のこの21世紀の医学には出てきます。吐き気があって胃が深い、食欲もあんまりない、原因は昨夜の大酒、胃の不快感で、もうこれ以上飲ませないと、まあ胃腸が言ってる、胃が言ってるわけですね。昨日の夜はそんだけ酒飲んだんだから、もう今日はもう断食しろと、お仕置きです。治療は、まあ、肝炎の治療ですね、肝臓の交感神経の治療に右足の F2 の清血試薬をすると、で、胃の治療に左足の F1 の清血試薬をすると。浅見哲夫先生はですね、晩年こうやって、肝臓には F2 だけ、胃腸には左足の F1 だけをおやりになることがあります。まあ、通常は、例えば肝臓だったら F2、F6、それに F4 と、この3つをやるんですけど、これ3つをやってもいいんですけど、なんででしょうね、お亡くなりになる十何年か前ぐらいからこうやってもうこれにはこの1個だけ F2 だけっていうふうにですね、おやりになってらっしゃいました。で、清血試薬をしました。そして診断をもう一度、しますと。で、お腹の上の右の上腹部と右の背中にこう印、斜線を引っ張ったような印があるんですね。清血治療によってこの不快感が改善しているということは、浅見先生は腹心、お腹をこう触って見てらっしゃるんですね。もしくは患者さんの訴えをよく聞いてらっしゃる、そして、まあ、メモ書きというかカルテにこう書いてらっしゃるんですね。現在腹心をする治療科はめっきり少なくなっています。銀座治療院に来られる患者さんも腹心をするとことが許されているのが鍼灸師と医者と、
まあ、これが、まあ、腹心、お腹を触ることを許されているんですけど、まあ、ここに治療に行ってお腹を押さえて腹心、お腹をこう診察してもらいましたかと尋ねるんですけどね、もうほとんどいらっしゃらない、残念ながら現状だと。浅見先生の時代には患者さんにお腹をこう触る押さえるというのはですね、当然の診察行為であって、患者さんの病態を把握するのにこれほど有効で負担がかからない、患者さんの負担がかからないですね。でしかも早期発見できる方法はまあなかったわけですね。この21世紀の医学にはお腹の診断法なんか診察法なんか書いてません。もちろんそうですよね。そんなの当たり前だから書く必要はないんです。でも今はですね、こう言わないと誰もしなくなってるんですね。昔も血液検査あったんですよ。昔は血液検査あったのはお医者さんなり、まあ鍼灸師もそうですけど、お腹触って、でこれが本当にそうかなっていうのを確定させるために、よし、じゃあ念のために血液検査やっとこうかなと。でもまあ先生がこう見てね、もうこれはもう間違いなく肝臓だと、だったら肝臓の治療しようってこうなったわけですね。で後で血液検査がやっぱり肝臓だったかと、こういう話になってるんですけど、今は違うんですね。あ、血液検査が先じーっと待って、で出たらコンピューターにこう書いて、コンピューターこういうのがあ、これとこれの薬にしておきましょう、はいどうも、はい次の患者さんって、この患者さんここいるんですけどね、こっちばっかり見てるんですね。なんかパソコンのディスプレイが患者さんみたいですよね。看護師さんがピッピッって言ったら、こう次の患者さんの名前がピッと、あ、いらっしゃいませって言ってですね、こうディスプレイに挨拶したってしょうがないですね。こっちに患者さんがいますね。患者さんのお腹を触って患者さんの話をよく聞いて、そうやって治療しなきゃいけないと。で皆さんは、まあ、治療科の方もいらっしゃいますけど、子供さんとかね、お父さんとかね、話をよく聞いて最高の治療をしなきゃいけないわけですからね。で裏のページ行ってみましょうかね。でこの治療、21世紀の医学を見ますとですね、これ見ますとプラスとかですね、マイナスとかですね、プラスでもこう2本こう引いてあるのが、いよいよだったら3本引いてあるのがあったりしますね。でこれ何だろうと、でこうプラスっていう風になっているのは、まあ、症状がありますよということを書いてあります。でマイナスっていうのはもう症状がない、もしくはなくなった、最初からないっていうのもあります。なので治療後プラスの状態なのが、治療をやりましたらマイナスになったっていうのは良くなったということですよね。プラスがプラスのままだとこれは効かなかったということです。マイナスがマイナスってことはないですよね。でも一応確認のために治療してみたけども症状の変化がなかったっていうのは、治療しても変化がなかったっていうのは、治療する前も良かった、いわゆるマイナスの状態だった。で治療したけどもマイナスだからマイナスですよね、症状変わらないと、というふうに、まあ、書いておられます。肝炎の予防で治療と、昨夜は酒を飲まなければならないから予防で来院されている患者さんの治療をすると、あ、今夜はですね、今夜は酒飲まなきゃいけないから先生ちょっと予防のために治療してくれよと、もうこういう輩がいるわけですよね。こんな患者さんは軽い肝炎状態にあるんですから、右の F2 清潔白をすると、まあ、良くなります。肝臓が良い状態でお酒を飲むと肝臓がねいいわけですから、お酒が美味しいんです。ある程度飲んでも悪いはしない、いいですよね。ではまた大酒を飲んで肝臓を痛めつけ来院されることになります。でこれは患者さんにとっていいことしてるのか悪いことしてるのかですね、まあ、分からないと、例えば腎臓に悪いことをして腎臓の治療をしてあげました、よっしゃーって言ってまたね腎臓の悪くなるようなことをすると、なんか追っかけっこしてるみたいですけど、まあ私の仕事はこういうことなのかなとも思います。症例の2の患者さんもアルコール依存症の肝炎であったと。15年間他の病院で治療しても良くならなかった患者さんと、肝臓の症状もですが血圧、高血圧や息切れもしていると。浅見先生は肝臓の治療とさらに心臓の治療で H3、 手の小指ですね、小指の薬指が H3 の清潔止薬、これをやって息切れも改善させる、これはもう心臓の治療ですね。で肝臓の治療で来院された患者さんの病気を、まあ、見抜いて、心臓が良くないなこの人はと、まあ、見抜くわけですね。
でそれで、まあ、心臓の治療も患者さんが訴える前にも、やってしまうと、いわゆるこう上位と、素晴らしいお医者さんというのはこういうことをやったと。これはもうその例えばですね、心臓で階段登ると息切れがします。これも心臓の症状であることは誰でも大体分かりますよね。なんで息切れするんだろう。で心臓がドキ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 してる、あ、これも心臓がどうも疲れてるなと、まあ、心臓の交感神経異常興奮の状態ですよね。じゃあこの心臓が息切れしてドキドキします、疲れてるっていうのを血液検査とか機械で分かるかですよ。このもん絶対分かりません。機械のその診断行為にはもう限界があるんです、おのずとですね。特に患者さんが痛いとかですね、辛いとかですね、そういうのは絶対出てきませんから、もうこれはですね、そのそういうのがいわゆる診断行為のほとんどであって、機械で分かるのはたったこれぐらいなんですよね。でもこれになんとか頼って証拠を作って、で治療しようとしてるわけですから、このこっち側のこんなにある診断行為をもう放棄してしまおうみたいなことですよね。でも浅見先生は、もう息切れするかい、よしよし、それは心臓だろうから心臓の治療もしておこうと。で H さんの清血止楽をやったと。で呼吸をさせてみてどうだと。お、先生呼吸が楽になったよ。だからしょうがないねと、まあ、あんたの心臓もこう何十年も、動いてるから疲れてるんだ、まあ、時々これをやってね、疲れ取れば、まあこれから先もガタビシャガタビシャ言いながら死ぬまでいけるんじゃないかなと、こういうことをやってるわけですよね。ですから全部何でも、血液検査とか機械で分かるかって、そうでもまあなかなかないと。浅見先生は患者さんのことをこう書かれていると、小生の院、まあ、浅見哲夫院に来る患者さんは一般に、他の先生のところにかかって3年5年10年と長い間治療しても治らなかった患者さんが手遅れの状態になって来院されることが多いと、まあ、もっと早く来れば 4,5 回で良くなるものなというふうに浅見先生考えてらっしゃるんですね。うちにおいでになる患者さんもどうかなとこう考えるんですけど、まあ、これに近いかもしれません。もうちょっと早く来てもらえば、よくですね、まあ、がんの患者さんとかですね、肝硬変を起こしてますっていう患者さんもですね、まあ、いろいろやったんだけど、良くならなかったから来ましたっていうんですね。順番逆なんですよ。一番最初にうち来てくださいと。もうそんなにあっちこっちでもう散々もうぐっちゃぐちゃ叩くだけ叩かれてですね、もうニッチもサッチもいきませんと。であそこもサジ投げた、ここもサジ投げた、もう使う薬もなくなりました、はい銀杏治療。無理でしょそりゃ、ちょっと勘弁してくださいよ、ね、できたらもうちょっと早めに来てくれと、まあ、ということで皆さんに、こうやってお勉強していただいて、まあ、うちに連れてこなくてもいいんですよね。自分たちでこうそうなる前に見抜いて、お腹を押さえてみたら、お、これは肝臓だなと、よし F2、F6 の清血止楽してみようかと、あ、いいぞと、なんでそうなったのか、そうだ、お父さん酒の飲みすぎだと、ちょっと減らさなきゃと、いや俺は同僚のなんとかよりは少ないと、ね、そんな他人と比較なんか絶対できませんからね。この人の肝臓に対するアルコールの量っていうのはあるわけですから、その隣 の同僚と同じ肝臓だったらいいですよ。でもそんなことありえませんから、だからもうその人はそんだけ飲んでも大丈夫なんだけど、お父さんはもうこんだけにしなきゃダメと、まあ、そういう生活で、まあ1ヶ月2ヶ月したら、あ、なんか体調も良くなったなと、まあ、お酒はたしなむ程度がやっぱりいいんだなと、こういうことになるわけですね。症例3の場合は C 型肝炎と、妊娠出産、これ出産した時に出血が多かったんでしょうね。でこの時に輸血をしました。それから C 型肝炎となりました。これ昔の話ですよ。これおそらく昭和60年と50年代ぐらいの話じゃないかと思う、40年代ぐらいかな、の話だと思います。その頃はですね、よく分からなくて、C 型肝炎とか血液病とかですね、いろんなあの病気が、血液からこうまあ移ったわけですね。C 型肝炎1997年ですね、まあ、1997年ぐらいだったらこういうこともあったんでしょうね。もう今じゃ絶対考えられないようなことですけど、まあそういうことがありまして、C 型肝炎となったと。とても疲労感が強いと、まあ、これも F2、F6 の清血止楽をすると、まあ、いいんですけど、うちにもこの間 B 型肝炎の患者さんがお見えになりましてですね、
でこの F2F6 の清潔試薬をするといきなり体調が変わります。あっという間に変わります。あっという間っていうのはどのくらいかというと直後ですね。清潔試薬終わった直後にもう食欲が出てきたり、背中とかお腹の痛みがこう取れてきたり、で患者さんがもうびっくりするんですね。でまさかこんな風にはというふうによくおっしゃいますね。まあいいから言ってごらん、いいから言ってごらんと、まあ、この中にもたくさん患者さん紹介していただける方いらっしゃるんですけど、まあ、とにかく言ってごらん、とにかく言ってごらん、とにかく言ってごらんって言ってね、散々皆さん誘っていただいてるんです。でそれにもかかわらずですね、もう1年2年しておいでになるんですね。でまあまあとりあえず来ましたと。でこんな風でもうね10年悪いんだと。で治療してみたらところがポロッと良くなるんですね。こんなことだと早く来ればよかったとか言ってですね、早く来ればよかったってね、2年間ほったらかししてたわけですから、本人が悪いわけですよね。だから皆さんにこれだけもう一生懸命やっていただこうというためのまあ勉強会でもあるんですけど、この患者さんがですねびっくりされる。でこれはですね治療家にとってですね、この至福の時というかですね、やったぞっていうね、楽しい治療がすごく楽しくなる瞬間でもあります。でこんな楽しい思いをさせていただいて、帰りには治療代までいただいてですね、しかも帰りには先生ありがとうございますって頭まで下げていただけると、もうこんなにいいお仕事はないです僕は思います。だからもう本当にこう新しい鍼灸師の先生方をですねどんどんこう、なっていただこうと思ってね、この間山口県の鍼灸師の先生が一人できました。いつもねここのところに座ってらっしゃる女性の方ですよ。皆さんねもうおそらく来たら、ああなただったのってこうね、もううちにも十何年かお見えになってる方ですから、みんな知ってますね。鍼灸学校行ってるのに黙ってるんですよ。3年後うちも知らなかったんですよ。誰か知ってました？ここに座ってる人鍼灸学校行ってるって。知らなかったらよっぽど口が固いんですね。友情が熱いんでしょうね、まあ、私よりこっちの人信用してるんでしょうね。まあね、それ冗談ですけどね。で3年間黙って、この間3月ぐらいこう国家試験がありますから、で国家試験が受かって、でもう免許が来ましたって言って、この間、2、3週間前ですかね、電話で大塚がなんかね、なんかとか言っておめでとうございますとか言ってるんですね。お嬉しいことだったら電話かかれみたいな話ですね。でどうしたのかなって言ったら鍼灸師になりましたって。23人目の鍼灸師です。こういうふうに勉強会に来られてですね、で今だからこの間23人目って言ってた北海道の方は24人目になったんですね。でも本当は24人目ぐらいはもう今年卒業してるんですよ。私がリビング新聞社という新聞社 の講師に呼ばれて、こういう東洋医学のお話しに行ったりね、治療のしに行くんですけどね、そこに来てた人が今鍼灸学校行ってるんですね。今朝もそういう話しました。まあご主人と、ご主人パーキンソンで、奥さんが足の痛みがあってお見えになってるんですけど、娘さんが治療見たいって言ってお見えになってるんですね。で娘さん40代だったと思うんですけど、ですごく興味があります。で奥さんはですね、まあ、お母さんですね、血出すの見て、まあ、私この血が出るのダメなんですって、もう相当人になりますって言ってもうダメなんですね。で娘さんどうかってもう興味津々でこうやって僕はちょっとこれ見ませんかって言ったら、もうこっちの方に座ってたらもうゴゴゴってきて、はぁはぁはぁって言ってですね、もう私こんなの大好きって言ってるんですね。締めたね、だったら鍼灸師になったらいいですよと。その辺のカルチャーセンター通ってもね、免許なんかくれないでしょ。でこれ鍼灸師の学校行ったらね、3年間わあ勉強なんか簡単ですから、簡単ですから、本当はちょっと難しいんですけどね、簡単ですから簡単です、僕だって通ったんだから行ってごらんっつってね、もう行ったらしょうがないでしょ、必死になって勉強するから。で3年行ったらね、もう免許くれるようなもんですよ、もうしっかり勉強してればね。まあこうやって毎回そうやって家族やなんかこうおいでになるとですね、私がもうそそのかすんですね。どっかの鍼灸学校から僕はね、なんかこう感謝状ぐらいもらってもいいんじゃないかなと思うんですけどね、もうね十何人かは鍼灸学校入れ、まあ、20人ぐらいは鍼灸学校入れてますよ。もう終わったのかな。終わったんですね、これ終わりました。